めちゃくちゃ安もんやけどよかったらあげようかと。で、そのベースが、はい、皆さんこんにちは、サイです。ということで、ヨーロッパ一周旅、北欧東欧編、ご覧いただいてありがとうございました。あれは2019年の9、10、11月を使って回った旅なんですけど、80日目に10年間付き合った相棒、大事にしてたベースを盗まれまして、残りヨーロッパに滞在できるのほんま10日ぐらいしかなかった状況。まあそれがね、後半で良かったといえば良かったんやけど、ポーランドでベースが盗まれて、その後にアウシュビッツを見に行って、ベルリンに移動して、オランダのロッテルダムで、そのロッテルダムからね、イングランドに帰るフェリーポートはすごい近かったから、ギリギリ資金も持ちこたえた感じで旅を終えることができました。で、その旅を終えてロンドンに帰ってから、すぐに日本に10日間帰りました。大阪と実家で10日間過ごした中で、使ってないベースがあるから、よかったらこれあげようかっていう風に言ってもらえてて、それをもらうことにしました。まあやれんけど、実際は無料じゃなくても、まあ数万円ぐらいの予算やったら出せる状況やったから、いらないベース持ってる方譲ってくれませんかっていうのを SNS を使ってやり取りしてたら、3人くらいの方から試奏してみますかっていう連絡もいただいてね、実際にお会いさせてもらって、試奏もさせてもらってっていうのもありました。中にはもう今では手に入らないヴィンテージのめちゃくちゃいいベースをね、今はバンド活動現役でやってないからしまっとくのもあれやし、旅のお供にしてもらえたら嬉しいとか言ってもらえて、それも試奏させてもらって、めちゃくちゃいい楽器やったんですよ。思い入れもめちゃくちゃ詰まってるやろなっていう、そんな楽器でした。ただやっぱりこういう旅をしてるから、下手しね、刃物でも出されて持ち物全部置いていけって言われたら、もうそうするしかなくなるっていう、海外やから何が起こるかわからないっていう、そんな旅に高級な楽器とかヴィンテージ一点物の楽器を持って行ってた俺はほんまにバカなんですけど、まあ今回ね、それは勉強もしたし、せっかくね、その方も売るっていう形じゃなくて、まあ長期で貸すよみたいな感じやったんやね。でもやっぱりこういう旅やからっていう先の説明をしてお断りしまして、で結局10年くらい前に大阪でやってた元バンドメンバーが、めちゃくちゃ安もんやけどよかったらあげようかと。で、そのベースがこちらです。じゃーん。もらった時はこの中の電線が切れかけてて、それを日本でメンテナンスしてっていうことはあったけど、これ安物の割には結構鳴りが良かったんですよ。このベースを手にすることによって、またこの旅を再開させることができます。本当にありがとうございます。でも実際はポーランドでベースを盗まれた時も SNS を使ってその報告をしたら、すごい励ましのコメントを送ってくれる人もたくさんいたし、拡散してくれる人もいたし、中でもポーランドに住む日本人の視聴者の方が、日本語で書いた俺の投稿をポーランド語に直して書き出ししてくれて、Facebook 拡散していただいたりとか、支えられてるわ、ほんまに。ただやっぱり今でもなくした楽器は見つからないっていう状況で、 eBay っていうね、オークションサイトがあるんですけど、それも結構まめにチェックはするけど、そう簡単には見つからないという、そんな状況です。まあでもなんかね、すごい根拠ないんですけど、自分が死ぬまでにいつかどこかで再会できるような気がしてて、その時に自分がもっと成長して大きくなって再会したいなとか、ほんま恋人みたいなそういう感覚で捉えてます。今これ撮ってる動画もね、実はすごいリアルタイムなんですよ。数ヶ月前にいただきましたみたいな動画撮ってたんですけど、なんか編集で見返してたら、すごい下手くそな喋りしてて、今日撮り直ししてます。まあそんな感じでね、今からこのロンドンの家を出発して、イギリス一周0円自転車旅、後半の始まりです。
ここはイギリス、イングランドにあるオックスフォードです。めっちゃおもろいわ。オックスフォードで一人で路上演奏してたら現地の路上ミュージシャンとセッションすることになりました。I could kiss the mountain if she let me. Her laugh, her laugh. She hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day.